今日は道の駅ことの浦で買ってきましたシイラ1匹600円をさばいてお刺身にしたいと思います。エラの中はこういった形です。お刺身用だったのでもうお刺身で食べれると思いますけども、ちょっと黒ずんでるように見えました。口の中はこういった感じですね。ちょっと日にちが経っていそうな気もします。はい、ではさばいていきます。はい、まず3枚におろしていくんですけども、鱗はですねあまりついていないようなんですけど、一旦水でたわしで洗い落としていきたいと思います。ではちょっと血抜きはしないので、頭を落としていきます。お腹の方にですね血合いがあるので、こちらは、切り込みを入れてですね、結構しっかり血が詰まってそうなので、これかき出していきます。はい、では3枚におろしていきます。見た感じサワラやサバや、ハマチのような感じに見えますね。久しぶりだったんでかなり苦戦してしまいましたけども、このような形ですね。もうすごいやん。いい階段だね。お腹周りがね、どこまで骨があるのか分からなくて、かなり不格好になってしまいましたけども、一旦これで3枚ですね。こちらを皮を引いてお刺身にしていきます。こんな感じですね。中骨はこうびっしりと入っていそうですので、ピンセットかな、なかなか抜くのが大変な骨ですね。はい、ある程度中骨抜けましたので、刺身用に切り切っていきます。こちらでシイラのお作りの完成です。はい、ちょっと一枚一枚が大きくなってしまったりもしたんですけども、実食していきたいと思います。感想は後ほど、アップさせていただきます。はい、ありがとうございました。食べていきます。